フィオナ役の藤原紀香さん、シュレックフォーエバーボイスキャストの皆様に大きな拍手をお願いいたします。まずは浜田さん、はい、シュレックシリーズ4作品を終えて、はい、声優業はシュレックと一緒に卒業になるんでしょうか。あ、そうでしょうね。寂しいじゃないですか。いや、もう本当難しいんですよ。向こうはあの英語で喋ってるわけでしょ。こんな英語なんかこう言葉でこんなもんですよ。我々日本語これぐらいのやつを入れなあかんでしょ。もう監督に何回お前がやれって言ってしまいそうになったかっていうね。もう本当難しいんで、まあ軽々しくね受けん方がいいですよね。もったいないんじゃ、もったいないんじゃないですか、せっかく。ね、皆さん、あの浜田さんの主力役いかがでしたか。あ、すみません、ありがとうございます。本当にもったいないじゃないですかって。やります。じゃあいちいち人を指さすんじゃないよ。あんたやりますか。私はやりますよ。ほんまですか。私は何だってやるんですか。何だってやる。私はあのアフレコやっていて一番難しいなって思ったのは、やはりあの主力浜田さんが関西弁じゃないですか。でもそれに釣られないように標準語でフィオナの声を出すことがすごく大変だった。あなた普段関西弁やのにね。そうですよね。赤靴を履いた猫役、私も好きなキャラクターなんですけれども、一生懸命やりました。小指立ってますよ。いけないのか。一応下ろした方がいい。すみません、ありがとうございます。はい、あの今回 の、 あのシュレックフォーエバーではあの、はい、かなりちょっとサイズがね、あの太ってしまった猫ちゃんという形で登場されましたけれども、はいはい、アフレコの際に何か気をつけられたことってあるんでしょうか。何もないですね。ただ太ってるから声をちょっとこういう風にしてみようかとか、いろんなことをやってみようと思ったんですけど、でもそういうこともしなくていいっていうことで浜ちゃんとは全然違ってスイ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 言ってしまいました。なるほど。あっという間に終わってしまいました。じゃあ監督さんからはあの結構ですという形でその演出は、うん、竹中さんは素晴らしいって言ってくださって、やってやったって言いながら、ダメ出しぐらいあったでしょ。ダメ出しぐらいあったでしょ。まだ喋ってるんだから、まだ喋ってるんだ。なんだ、ダメ出しぐらいあったでしょ。ないんだよ。ないの。全然違うの、あなたとは全然全然違うんだ。こういう掛け合いももう見られなくなるかと思うとね、本当寂しいですよ。寂しいよね。よくこの取材とかで、シュレックのなんか思い出はありますかって、皆さん10年ですけど僕4ヶ月ぐらいの付き合いなので、あのいつもコメント困って適当に嘘ついてます。はい。あの4ヶ月の中でもなんか思い出深いこととかあれば。だから今言ったようにないです。ぜひあの劇場でお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお子さんをお誘いの上ですね、 3D の方でぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。おめでとうございます。ありがとうございました。シュレックフォーエバーボイスキャストの皆様でした。どうぞ皆様大きな拍手で